どうした肩の関節が柔らかい方ですか。いや、多分硬いと思います。あ、そうですか、はい、結構角度の急 でちゃんと下まで下ろせてるんで、すごい柔らかいなと思って見てたんですよね。逆にこのショルダープレスしか僕は知らないんで。あ、なるほど。ストレッチになってるんですかね、多分。結構チューブばっか狙いますね。角度これ以上倒しちゃうとインクラインになってしまうので。なるほど。あとアーチを潰しますね、結構。あー、アーチしちゃうと余計こうインクラインに入ってしまうので。肩の前部とか大胸筋上部とか逃げちゃうかな。そうです、はい。基本僕はもうチューブがフィジークではかなり大事だと思うので、フロントももちろん大事なんですけど、まあ、多少入ってしまいますけど、もちろんフロントも。